5月18日の東京 QR カーネーション C、3歳1勝クラス、品馬限定、芝1800メートル、11頭立て、は、単勝1、6倍の一番人気に押されたカンティアーモ、美穂、木村哲也旧社、父エピファネーヤ、が直線で抜け出し鑑賞した。勝ち時計は1分46秒8、両。データで見る、カンティアーモの決闘、戦績。 道中は4番手を進み、直線で外に出すと上がりサンハロンはメンバー最速となる33秒9の末足で伸びて、ニューステソーロを頭さとらえた。前走のフラワーシー3着の実力馬が、自己条件できっちり結果を出した。安状のクリストフ・ルメール騎手は、いいスタートを切って、いいポジションを取れたし、4コーナーでは楽勝できると思ったが、直線に行って首を上げて遊んでいた。 久々で苦しかったのかな。でも、力はあると思うし、上のクラスに上がれると思います。と評価していた。